岡ソフトバンクホークス対読売ジャイアンツのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはホークスの先発高橋。西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるような、そんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。打った、バッターは2番に入っている浅村。ヒットでランナーを1塁に置いています。さあ初球は何か。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。2球目打ちました。打席には3番バッター吉田。ワンアウトになっています。初球は何で来るか。まずはアウトコース。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ2球目打ちました。さあそしてバッターボックスには松田が入っています。さあ一打先制のチャンス、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。ナイスボールですね。はい、外のストレートがストライク。ここは際どいところも当てていかないといけませんね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ワンボールツーストライクです。高めのボール、ちょっと振り遅れましたね。打ちました。ジャイアンツ1点を先制。ここは少なくとも犠牲フライは打たないといけないですね。初球打ち、ジャイアンツ1点追加。第2高めのボール打ちました。センターへ打球伸びる。ジャイアンツ、ご覧いただきましょう。インコース詰まりました。さあこれからジャイアンツが守備につきます。バッターは柳田。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。まず何を投げてくるか。初球は際どいところに来ました。ストライクです。スピードボールを持っています。打ちました。バッターは2番に入っている坂本。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。大きな変化球持ってきました。内へ持ってきましたが外れました。ここは高めのボール誘ってきましたが手を出しません。キレがありますね。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。変化球絡み、バッターボックスには3番丸。ツーアウトランナーありません。初球は何から入ってくるか。インサイド絡み、スライダーは見送ってボール。落ちるボールはこれは外れています。